福岡市早良区の藤崎商店街、およそ3年ぶりでしょうか、夜市が開催されます。今午後6時ですね、ちょっとぶらりと歩いてみましょう。すごい人出ですね。人垣が見えてますね。今からイベントが行われるようです。ちょっと覗いてみましょうか。さすがに4年ぶり3年ぶりでしょうか、人が多いですね。
すごい焼き鳥ですね。すごい。始まって15分ぐらいですが、ものすごい人通りですね。綿菓子が出てますね。綿菓子です。あ、こちらはかき氷が出てます。かき氷です。こちらは人気の極み屋で焼肉ですね。すごく並んでます。いやはや人が多くて何のお店かさっぱり分かりませんね。人が多くて何のお店かさっぱり分かりません。開始からですね、まだ10分間ぐらいしか経ってませんが、ものすごい人通り、人でですね、皆さんこの夏のですねお祭りをお待ちして待望というかですね、まあ、渇望という感じになってるんじゃないでしょうか。それではまた、お伝えいたします。
このチャンネルがいいねと思った方、いいねボタンをよろしくお願いします。それからチャンネル登録していただけたら嬉しいです。それではよろしくお願いします。